しかも議会の権能をどう考えてるのかってところに何の,あの言及もないんで小泉はちょっとねカチンとプツンときまして。小泉一馬の小いちゃ,ーんにゃっというわけで長野市議会議員の小泉一馬です皆さんお世話になっております今日は2本目ですからねあの富士通の問題続けていきますけれども。 なんと、市長と議会ちょっと隙間風みたいなところがね、今回の議会出てきました。今までね、加藤市長ね、ドカーンの人で、まあね、人間関係を大事にするって言って、ね、市長になったような人で、あの、議会に対しても細かい気遣いできていたと小泉和真も評価してきましたけど、 今回ねもう意外な答弁があって小泉もねびっくりっていう答弁が出てきましたまあこういう小泉のね一般質問に対しての市長の答えなんですけど大略大まかに言ってどんなのかっていうとねこれね議会法にこれ載せますから、ね、その原稿ちょっとそのまま読みますと「小泉の一般質問問問い」。 独占禁止法に違反した不実を市が指名提出するとする直前に総額1億円を超える一社随意契約7本が同社との間で結ばれていたと。で、そのうちの一つが今回提出の市長専決処分に係る契約です。で、予算議決という議会の最重要の権能を軽んじ、安易に市長は専決処分を下している。 で反省すすすべき点ははははないいででかって小泉は聞いたんですで市長は、ね、担当部局は的確に判断しましたそういうい答弁ですで反省しましまたって言えばいいのにねちょっとそれ反省がないしかも議会の権能をどう考えてるのかってところに何の,あの言及もないんで小泉はちょっとねカチンとプツンときましてじゃ議会の権能を犯したって私さっき言ったけれどもそのことも的確な判断だったってことでいいんですねって聞きました。 でそういうことですと市長は答えられたということで,で議会の権能を、ね、尊重するっていうそういう当然といえば当然のことを市長さんがおっしゃってくださらなかった。でこのね答弁した後に議会がちょっとざわざわざわっとしましてねで市長はねこれはあの小泉がね質問終わった後で休憩挟んで再開しまして。 いやなんか議長が市長が発言を求めてるんで許可しますっつってさっきの取り消しなしなしみたいなことを言ったんですよ。だけどねそれ言ったからってねそれで済むって問題じゃないですよねこれね結構あの発言はどういうことだっていうことをね言っててなんか市川和彦なんていう議員さんはね あの親友会だけど市長不信任にもなりかねえなんてことをブドクで息巻いちゃったりしてあらあらあら大変なことだねみたいなふうに小泉もねちょっと意外感を持って市長の答弁を受け止めてたけどそれだけ重い答弁ですよね。でねあのそれえー、っとね議会の最終日で、えー、っとあの採決しますよね。でね今回の9月議会って採決してその翌日まだ議会があって何かっていうと。 副議長とかねそういう人事を決める議会があってそこで池田清議員って人が副議長に立候補したいっていうことで所信表明を述べましたそん時にもねこれがまだ引きずられていてでね本会議で市長が議会の権能を犯したことは適当な判断だったのかという質問にそういうことでございますと答えたことは大問題だと発言を撤回して済むような経験のものでは断じてない で、副議長選挙でもね、言及してくださった。だけど、こういうことってね、皆様のところに届いてないでしょう。それはメディアはね、今回の富士通の駆け込み水契約の問題、報道してくれたけど、こういう主張のね、ちょっと失言、方言、あったんですよってこと、皆様のもとに届いてないですよね。で、今回ね、ちょっとね、これを仕読めに、ちょっ と議会と市長の信頼関係ひびが入んなきゃいいけどなって小泉が答弁引き出した本人だけど思っちゃいますよね。うんであとねこの富士通の随意契約で、ね、何か勘違いしてる人がいるんだけどじゃあ小泉は富士通と契約するなっていうことなのかっていうことを言う人がねいるんですよ。議会の中にもいますよあそうじゃねえと あの富士通とね契約を全部解除するなんてことになって長野市役所機能しないんですよよくも悪くも富士通の情報システムコンピューシステムがね隅から隅まで <laughs> 入っていますのでちょっと今ね音声が入ってませんってそれ流しますけどそういうことになってるから富士通のシステムなかったらで、ね、長野市役所仕事になんないんです。 だ,からだけどそれだけにきちんと襟を正してね距離感を持って富士通と接していく富士通を傷つけない後ろ指刺さ,されないなんか長野市との間でうまいことやってんじゃないのなんて勘ぐられないようにしてあげるのが長野市にとって富士通への本当の思いやりなんじゃないのかななんて思います。皆さんはどう考えますでしょうか